めっちゃドンキ。激安ジャングル。すごっ。ドンペのトゥクトゥク。え、すごい。何これ。え、めっちゃドンキやない？ポキも売ってんだけど。日本じゃん、めっちゃ。え、すごいすごいすごい。え、何これ。知らない。ケーキみたいな。チーズパイスティック。美味しそう。タイ語だ。タイ語ドンキホーテソングだ。あ、すごい。日本文具、かわいい。どんどんドンキー。え、種類豊富すぎ。159バーツあって。安いと思うけど、高いなって感じる。あ、でもすごい、全然ホームシックにならないレベル。わあ、お世話になっております韓国海苔。よく買うんですよ。高いっすね、ここやっぱちょっと。こんにちは、私は今ドンキホーテに来てます。というか MBK モールというものがすごく気になっておりまして、3週間いるんだったら1日ぐらい日本してもいいじゃないのってことで、すげえジンベエ売ってる。ジンベエ買うの？買うんじゃない、すごい。なんとこちらには先ほど入ったようにドンキホーテがありまして、すげえな写真。ドンキホーテがあるのは今初めて知って、ここに来た目的はカツヤ。私日本にいるとめっちゃカツヤに行くんです、安くて美味しいので。そのカツヤ、日本と味比べしてみたいなと思って探せ。本当だ、早いね、よく見つけたね。すごい種類いっぱいあるね。アニメイトカフェあるんだけど。アニメイトの7階かな。だって食じゃない、食フロアじゃない、てか全部ご飯じゃないこれ。まあ一旦カツを食べに。ここどうやら2階らしいっすよ。え、めっちゃ広い、でかい、すごい奥行きがすごい、ね、新宿駅みたい。新宿駅歌舞伎町に行く通路感みたい。中華系だね、中華系のなんか市場って感じがすごいする。あ、そう、ここに来た目的はカツ屋と、ここにはなんと招き猫があるみたいなんで、招き猫に行きたいな。喉のコンディション超最悪なんですけど、まあでもまあこういう1日ぐらいないと海外のカラオケなんて行かないんで、住んでるわけじゃないんで、やっぱり決して。なんでそれをお試す気か。あとアニメイトに行きたい。何が売ってるのか。私は生粋のアニメオタクです、日本人なんで。ちょっとあれだけど、すごくない？こっち側とかにありそう。めっちゃ大きいな。コナンだよ。本当はコナンじゃん、踏まれてんじゃん。すごい大きい。 MBK ホールとかではイベントやらないのかな。ね、すげえ。居酒屋だね。すごい、喫煙マリファナ禁止、おもろすぎるね。わ、すごい、クラブになってるよ。ほんとクラブっていうかバー。え、ガルピじゃね。ガルピガルピピピリピピピリピガルビー。自分が映ってびっくりした。味待って、ね、気まずいんだけど。カツヤ食べる。200とかだな。え、チキンカツ。いや、もういいじゃん、入ろう。おー、すごい。端でいい、端がいい。メニューホーム、日本語書いてあるのありがてー。
チーズロースカツ定食なんか日本で食ったことないんだけど、あんのかとか。美味しそう。確かに普通にうまそうね。アイスレモンティー、冷たい緑茶いける。お茶はただじゃないのか。そらそこは日本とは違えない。カツ丼でいい。カツ丼をめちゃくちゃ食べてきてるので、カツ丼にしましょうか。カツ丼で、はい。え、お茶飲みたいかも気になる、こういうとこのお茶。確かに冷たい緑茶かアイスレモンティー、ペプシです。キムチとかこういうのも。もう味噌汁あるよ。あ、すごいじゃん。ついてないのかな。ついてないかさ。またこっちもあるわ、メニュー。おー、すごい。なんか日本より、だってこんな見たことないの、サンド。確かに。カツ丼、これ日本語で言っても通じるのかな。いけんじゃない、カツ丼ワンって。うどんある、やば、うん、え、すごい、初めて見た。日本定食屋さんじゃん。あ、和食定食、ん、和食、和食屋さん、なんか定食屋さんじゃん、普通にそのまんまで、ね、親子丼とかあるもん。タイスタイルだって。カツカレーはあるし、デザートとかなくない、だって日本は。そういえばで、お茶だけ届きました。飲んでみましょう。飲んでますか。39バーツの160円ぐらい自販機醤油の雰囲気。あ、Thank you か。美味しそうですよ、ね、パッと見は大して変わらない。ただ醤油こそ、匂いがね、匂いがこそ、うん、いやマジで変わんないよ全然。カツヤのもうタイ語だ。あとは米がね、米がどうなるか、うん、レッツイットっすね。この価格で一瞬ですが感想を述べます。おいしいでーす。すげーすっぴんなのね。だから帽子かぶってるんだけど、あの今日は俳優に合わないんで、たまには肌を休めないとかわいそう。なんで今日はこれで生きてます。みんなお姿大変申し訳ない。めちゃくちゃカツ丼美味しいです。え、日本ってそうやない。うん、お米が日本のお米なの。超美味しい、超美味しい。でもまだ言うて1週間しか経ってないからさこんなすごいホームシックになるあれでもないんだけど、でも感動してる今。美味しいもん食べそうだよね、うん、マジで。このぐらいうまい。はい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 、食べ終わりました。カツヤめちゃくちゃお腹いっぱいになりました。お茶がバカ薄くて、あのお茶頼むなら水飲んだ方がいいですっていうことだけ言っておきます。次に向かいますはアニメイトです。何ここ、え、市場みたいじゃない。見てみる。だって今日別に次でもないし、そう予定ないし、アクセサリー系なんか市場じゃん、めっちゃすごい。タイランド T シャツ99です。ここの階は携帯しか売ってない、いらない。 MacBook Pro だ。ここはなんか本店っぽいね。本店じゃねえや、直営みたいな。え、怖い、襲われる。いい、見てよ見てよ、あなたがあなたたちが勧めるような携帯よりいいやつ持ってんだから。私はプロマックスだぞ画質の神ぞ iPhone 史上。さあ上にやってまいりました。ここ何階ですか。5階です。ここは何の塔かな。クリニック塔な感じしない。美容系ね。 I love you, you. 美味しいよね、これ安いよね。美味しい、うん、そうだね。15分くらい安いんだよ。安っ、買う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 、後で買う、後ででしょ。なんだこれ、かっこいいんだけど。こんにちは。均等になんかよくわかんないものが置いてある。
アボカド、アボカド、ジミシーだっけか、アボカドって。え、ジュンじゃないの？あれ、ジミシーもなんかアボカドあった気がするけど、ひまわりとか、なあれかぶってねみたいな。紛らわしくなっちゃうけどね。あとはホームセンターチックに。そうだね。ああ。なんか困らなくてできた。ね。フードコート来ちゃった。いらない。おかつやでお腹いっぱい。もう一回はフードコートになってますね。もう。かわいい。花。おもちゃ。マンナゴシ。よぼ。あ、ね、プリクラあるよ。え、撮る？撮る？韓国だけどめっちゃ。あ、ちょっと。ちょっと言っていい？今日化粧してないんだ。やべえじゃん。やめとこう。ここ日本のプリクラと違って加工があるわけじゃないからさ。いいやんて。俺、マスクしていいだろみたいな。プリクラの意味とはみたいな。すごい、メイドカフェある。来てもらえるんだね。行きたいの。気になるんだけど。バンコクの萌え萌えキュン、やばい。お、カブハー。ねえ、これはおかしいことが起きてるよ。何が起きてる？新一が2人いる。ほんとだ。It's time that you え、あ、ベムさんか。ベンベンです。ベンベンでバンバンです。バンバンでベンベンです。しんちゃんじゃん。すげえ、しんちゃんショップ。なるよね、映画館フロアのいろいろね。スキヤあった。ほんとだ。うちらスキヤってタイには存在しないよねって話を前にしててね。あった、スキヤ。ゆかわいい。7時40分。買っちゃうじゃない。あんたどこまで触ってんだよ。これなんかクレジットだけっぽいよね。あ、なるほどね。変な家もやってるよ。すげえ、見たい。普通に見たい、ね、それな。すごいじゃん。はい、以上です。ええ、ずっと同じ曲が流れてる。嬉しい。探してます、アニメイト。お、すげえよ、サマーオイルいる。サマーオイル、ゲトーセね、かわいい。工場、工場、え、セットで、よぼ、めっちゃタッパ普通にあるじゃん。え、すごい。すごい。アニメフロアって感じ。ブルーロックいるやん。いますやな。これはブルーロックを知ってたら大変やばいよ。超でかいもん。私や。何これ、ボードゲーム、ポケカ的な。すごい。ガチャガチャ。日本と一緒なんだけど。あ、そうだよ。割も一緒だよ。やば。アニメイト、ここに来たいの。帰ろう。めっちゃアニメイトだよ。でもなんか本の置き方違う気がするし、どうやらタイはめちゃくちゃブルーロックを押してるよ。これさ、どっかで見たことあるんだけど。てかこの絵柄めっちゃ好きなんだけど。映画ミナショーでしょ。あ、世界一初恋あるじゃん。世界一初恋あるじゃん。5巻ここにいるんだけど。
今19巻で5巻なんだけど。え、君に届け。こんなびっしりここにあることある？ブックオフ並みなんだけど。同じことやる。あ、チェーンソーマン。日本語めっちゃ日本語。ダンダダン。ダンダダン聞いたことあんな。ててがもうお邪魔のかと思った。うわ、あなたもこんなところにいらっしゃって。これめっちゃおもろいっすよ。なんぼなんなんぼなん。どこに値段書いてあんの？書いてなくね？おっと。むずくね？書いてないよね。200バーツ。じゃあまあでもさ、なんだかんだ700円ぐらいするからさ、変わんないけど。変わんない。え、ちょっと待って、日本で見ない子たちがいっぱいいるんだけど、グッズ。ねえ、え、ファイルってむずくない？何が？なんか使わないと。うん、飾るとか。まあ、確かに飾るとか。え、かわいい子なー。母と練習というか。そう。エヴァエヴァ、エヴァエヴァ、エヴァエヴァエヴァ。ちょっと待って、これすごくない？エヴァのグッズなんて全然ないよ今。高っ。ちょっと、わあ、どうしよう。ね、懐かしい。なんかあの昔さ、何年か前のアニメイトでターンタイプがいたの、てかミューガルがいたの、こういうとこに。うんうんうん、今逆にじゃん、逆じゃん。確かに。タイのアニメイトに見なそうじゃん。感慨深い。バナナフィッシュ。記憶を消してもう一度見たいアニメナンバーワン。すげえ。やば。ええ、マジっすか。先生マジっすか。面白いな。日本を感じるな。お化け？お、クラブみたいな雰囲気嫌なんだけど。私もクラブ結構嫌なんだけど。トラウマじゃん。何されたわけとかでもないの。マジでなんもないのに。ないのに。ないけど。モス版のパネル会いに行くからね。会えればいいな。え、すごい。結構テレビ大きめ。日本の、とりあえず地元のやつより全然でかいし。これ何？これで。え、なんかそれで入れるんじゃないの？え、すごい。あ、はい、日本語で。え、入力タイプ？だる。あれにしたらなんかさ、これ取れないでしょ。ランキングみたいなのないの？え、だからどこにいんの？その、え？戻るみたいなのないの？あ、これか。むずむずむず。あ。あ、悲しい。でもこれ日本語にしたとって。そうなんだよね。日本の曲かどうかわかんない。じゃないの？何？何の曲？中国人が多い。あ、え、違う？アニメランキング。バナナフィッシュブリーチ。いや、なんかちょっと古いの何？なんかベトベトする。やだ。わかんない。飲み物とりあえず行ってみる。これを持って飲み放題ということなので。おもろいな。歌ってきた。こっから歌すごい。部屋数やばいね。24番。え？え？おセット何？ちょっとホテルかと思ったじゃん。夢を叶えてドラえもん。おお、まあ、本当に行ってる。うん、ゴールじゃない。あったあったあった。え、すぐ行くの？押したらすぐ行くの？
帰ります。